はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ始めていきましょう、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、よろしくお願いいたします。ということでいよいよ雷の神殿パートでございます。よろしくお願いいたします。なんかだいぶ久々に冒頭に挨拶した感じがしますね。はい、ということで攻略していきましょう。よろしくお願いします。まあとりあえずこんな感じで砂をどかしていきましょうか。よし、宝箱もありますよと。結構長いでしょうからね、実際ね、このダンジョンね。あ、なんかあるよ。あ、コログの葉っぱのうちはあるじゃん、便利。なんかすげえ便利なもん置いてあった。あ、これ使えと。使うわ、全力で使うわこれ。あ、なんか踏んだ。あ、いた。ちょっと全然見えなかった。おうほうほうほう、ちょっと行ってみますか。よいしょ。まあ珍しくちゃんとね、松明に火つけて進んでいきましょうよ。おお、うわー、怖えー、なんだこれ。なんか全然ゼルダっぽくないね。なんか全然別のなんか妖芸感漂う感じしますけど。あ、いいの、入っていいの、入っていいの。なんか岩がありますね。こっちもなんかありますね。あ、どかせるわ。ほい。ほい。なんかいる。あー、いるわ。おう。ここ。なるほどね。ギブドもいるのね。あ、で、宝箱があると。はい。結構ね、大事に大事に攻略していきましょうね。トッパーズー。狭っ。うわあ、ああ、危ない。何にも見えないんだけど。いや、まあ穴だろうな。こういうのはちょっと後で行くなら行こうぜ。あ、もう一個行った。これ行っていいの。ほう、熱っ。タイミング。普通に抜けろやっていう。なんかあるなあ。あ、これスイッチなのか。あ、消えた。開いた。ポン。お、炎が止まった。あ、そうか、仲間を通さないといけないのね。あ、なるほどね。怖えなあ。うえ、なんか出てきた。暗いね。またも足止めだな。ほい。あ、そうか、 B。 うぅー、 1! 違うんけ。違うのかな。あ、ある程度進んでからやるか。レッツゴー。うおー、ここからの、うおー、おい、いけるよ。なんでダメやったんや今の。なんでダメだったんだ。あ、で、消えた。お、開いた。あ、で、閉じた。落ちてこなくなった。あ、で、前も開いた。あ、なんかこういう一個一個仕掛けを作っていく感じね。すぐに追いつくぞ。なるほど、なるほど。はいはい。ほんで、またなんかちょっとでかそうな広場に出ましたか。なんか中央にあるね。あ、これ壊さないといけないやつじゃないですか。ギブとか出てくる。なんか下降りれたから下降りるね。うわー、なんかありそう。これはなんかありそう。おい。あ、何？ちょっと待って。ここ。入ってる。入ってもろて。よいしょ。よし、壊した。あとは下を倒せばいいと。じゃあ先進む感じかな。とりあえず。お。なんだ？孔明の間。え、なに、あ、敵いた。いいぞ、怖っ。よし、あば、ここー。あぶな。一撃重いからな。よしよしよし。よいしょ。ほんで、これを持って、
で光のところへ行ってどれだ、あれか、あれに当てる、あげればよろし、はい、オッケー。この辺はねやりましたからね、祠でね。これでいいのかな、今度なんじゃ焦点の間、おいおい、なんか一個一個こうやって部屋を解いていく系のダンジョンなんですね。あ、来た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 。リンク、町の壁画がいざなおうとしていたのはこの神殿に違いあるまい。であれば、ここのどこかにきっとあの声の主が。あ、で、ここなのか。これにタッチすんのか。はー、ちょっとここまでが長かったですね。ね。なんか、今までって結構あっさり神殿入ったら目の前にあったけど、ここまでが長いということは、このダンジョンはめちゃめちゃ長いのでは。あ、ちょっと上がった。落ちた。あ、はい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 。4箇所からなんか電源通す感じかな。なんだこの床。今少し動いたが元に戻ってしまった。来たな。子孫よ。子孫よ。我が子孫よ。めちゃめちゃウルボサじゃない声。そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。めちゃめちゃウルボサじゃん。何時の力を使い4つの蓄電池に蓄電池の力を込めれば、なるほど、からくりは目覚めるだろう。ウルボザさんですか。あー、やっぱミファーだけちょっと違うのかな。我が導きに従うがよい。メタなこと言うと声優さん多分一緒ですよね。今回ははっきり聞こえた、呼ばれている。4つの蓄電池にイカ槌の力を込めろと言っていたな。先ほど外で戦った魔物はこの神殿の上へと逃げ去った。そして声はからくりが神殿の上へとつながっていることを言っていた。ならば導きに従えばきっと奴を追い詰められる。それに声の主の真意もわかるだろう。リンク、わらわを頂上まで連れて行ってほしい。はーい、まずはこの声に従い4つの蓄電池とやらを探そう。はーい、探します。あ、早速なんかジェンガみたいのを見つけたよ。微妙に出しゃばってるなみたいな。え、あったよ。ちょっと待って、嘘、いや本当、え、ちょっと待って、本当、おい、うわ怖、あ、え、本当やん、え、ちょっと待って、ちょ、わらわのイカズチ、うまく込められたようだな。いや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 。よし、残るは3つだ。え、何？容量不足？え、それとも途中で編集めんどくさくなった？え、どっち？な、何？どれ？何？とりあえず、あ、風も吹いてるな。まず階段から行こうよね。順番にね。こっち？あ、なんかいる？あら、持ってるやん。それ大事。それちょうだい。やべえやついた。もっとやべえやついた。危ね。うわ、なんかすげえもの頭につけてる。こいつ強そう。いやー、さあさあ、いやー、減らね。全然減らね。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 減らねー。勝った。あ、後ろ死んだ。勝ってー、マジで。よいしょー、まだいってる、よいしょー、硬すぎる。兵隊ゴーレムの角、特等だ、一番高いの出た今までで。で、ここは何じゃ、ここ開かんな。おん、あ、これ裏側からパターンだな。多分こっちからじゃないな、後だな。順番に行こう。あ、ここに光を当てる場所があって、ただ、周りに光がないから、これも後回しだね。はい、4階まで来ました。あ、ここに光も当てる場所ある。あー、じゃあ、多分真ん中かなんかから光落ちてくるんだろうな、いずれな。それでなんか分散させて当てる感じなのかな。
ただ進む場所がないんで、ちょっと別ルートで行きましょうか。あ、お、開いた。なるほど、風が下から吹いてるところの石を上げたら、おー、だいぶ高いとこまで、おー、めっちゃ行く、ちょ、どこ、とりあえずこの辺降りていい？はい、開いて。よいしょ。なんかいる。なんだこいつ。あ、え、あ、え、これ何？あ、動いた。おーおーおお。あ、なんか左右に動かせる感じ。これでも後だよな。多分光をさ、こう順番にこう場所を動かしていく感じっぽいから、ここじゃないっぽいんだよな。もう一段上か。いやー、なんだこれ。あ、上行ける。お、あ、ちょっと待って、これ大丈夫。なんか出た。なんか出た、なんか出たけど合ってるわ。合ってそう。よいしょ。7階。え、ちょっと待って、まずいかなこれ。なんか嫌な予感しかしないんですけど。栄光の間。あー、でもなんか下に降りることは、逃げることはできる。あ、わ、そういうこと？ここに、ここにルージュ連れてくのか。で、この巣ぶっ壊して、雷撃でぶっ壊して光当てて、どうたらこうたら。そういうイメージ。あ、なんかこっちあるよ。え？あ！お？最高の間。最高潮。あったな。見つけたな。ま、最高の間だからね。あ、はいはいはい、なるほど、わかった。岩立てて、光出た？お、光出たよね。で、この光で、いろいろ照らしてきゃいいんじゃない？よし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 。いいぞいいぞ。ほい。で、まず、こいつを奥まで動かして、こっちに行かせる。で、次にこいつを、この向きになるのね。なるほど。下に行かせて、あ、なんか、あ、あ、いた。あ、いたいたいた。おお、なるほどなるほどなるほど。そういう感じね、そういう感じね。オッケーオッケー、理解した。よし。じゃ、ちょっと入れそうだから。あ、スイッチだ。スイッチ押して、奥に進む。え、な、え？今なんか一瞬ルージュが出てこなかった。あ、上から落ちてきたし。どういうこと？なんか敵いるな。あ、めっちゃ敵おるやん。音怖い、音怖い。よし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 。あ、な、ギブドもいる。ギブドもいる。だあ。よいしょ。で、次ギブド。はい。あ、てか、そっち系か。そっち系。ちょ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 。ルージちゃん、ルージちゃん、ルージちゃん。せーの。はい。ちゃんとね、全体にね、当たるようにしてね。はい。ほい。よし、倒した。オーケー。あ、まだ上になんかいるわ。ほい。こんな解き方するやつおらんやろね。落ちたな。あ、無理だった。もう一個。よし。狭。判定狭。よいしょ。オーケー。ほんで全部倒したかな。ほんで壊滅させましたかね。オッケーっぽいですね。よしよし。よし、やっと終わった。そうしましたら、どっかに光を当てたらいい感じかな。よいしょ。
はい、ここに光を当てればいいってことですね。 OK、 わかりました。こうしてここにこれ移動させて、よいしょ。松明で上がったりする。上がるんかい、松明で。マジけ、めちゃめちゃなんでもええやん。でこれでね、多分ね、光当たるんじゃないかな。ね、これで OK ですね。はいはいはい。まあまあまあ、これは簡単だったね。よーし。で、こんな感じで残り2部屋探していく感じでいいのかな。はーい。はい。よいしょー。これで2つ目ですね。いいねー。なんか、ちゃんと本当に、ご利用しきかないようになってて、いいですね。一気に行こう。行きましょう、行きましょう。はいはい。よいしょ。で、次ですよね。ああ、わかった。これまず最初解除して、向こう側だね。こうかな？はい。上に行ったね。ああ、上に行ったね。上ですね。あ、でも、その向きの上方向はわかったぞ。もう俺解けたぞ、これ。そう、こっからこうやって上がっていって、でこの辺にスイッチがあって、ここが開くじゃん。で開いた先は穴ですよ。落とし穴に分かるの引っかかって、分かってて落とし穴引っかかりますよ。落とし穴じゃなかった。ちょっとむずそうじゃないですか。シド君呼び出せない。いやマジかー、やるかー。せーの、はい。あれ次行ける？おう、なんだその酒ゲー。あ、怖い。あー怖い、まぶい。いやー、はい、よいしょー。ね、ここに来るのは分かってた。あ、でスイッチがある。おー、危ない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 。でこっからルージュがダッシュで上から来た。なんでやねん、なんでやねん。せっかくスイッチ開けたんだからさ、歩いてきてくれよマジで。何のためのスイッチやねん。なんでだよ、上から来れるんだったら一緒に置いてこいよ。これで残る蓄電池は一つだ。はい、あと1ね。はいはい、そこか。ラス1が4階だと。ラス1が4階。これはこう。これはこうで、それもそうで。で、どっかしらで、そこの4階に光を当てる方法があるんじゃないかなって思ってるんですけどね。この辺から上に行ける？あ！ピンポーン！あっつ！やめや！ふざけやがって！ふざけやがって、これやろう。ふい、打ちしやがって。なんか動いてますね。入っていいのかな、入っていいのかな。溢れ出す盤上と和衣衆。え、あー奥でもありますね。おい、あ、光が出た、光が出たけど、これはなんかうまいことやらないと外に光が通らない感じなんじゃないかな。ゆえに戻れ子でタイミングを合わせる。あった、ま、微妙に。ああ、いた。ああ、直直、あ、直、あ、直なんか、あ、直なんか、あ、ラッキー。や、それならいいや、楽でいいや。で4階に行けと。え？あ？ああ。おう。あ、なんか2箇所あったのね。あ、なんか最初に奥開いたのかと思った。はい。さあ、ラス1かな？怖っ。怖っ。何これ？怖いんですけど。でも分かったよ。レッツゴー！ガゴー！
動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。先日3年半ぶりぐらいに一人居酒屋に行ってきました。コロナでねずーっと我慢してたんで久々に行きましたけど、やっぱいいですね。たまにはそういう日作らないとね。あったかくして寝ろよ。